さあということで始まりました、メンバーの中でですね、勝ち残るのはただ一人ということで、1位の方だけが素晴らしいご褒美がもらえるというゲチャロワイヤル。今日はスタッフさんとの対決じゃないんですね。今日は違うんです。今日は皆さんで、バトルしていただくということでございます。今回はですね、スティックファイトザゲームというので勝ち残っていただきたいということでございます。さあどんなゲームなのか、じゃあ説明お願いします。はい、こちらスティックファイトザゲームは棒人間を操作する物理学ベースの対戦アクションゲームです。棒人間を操り、敵を拳やさまざまな武器で攻撃するなどして対戦相手を画面外に落としたり、体力を削れば勝利というシンプルなルールになっています。さまざまな武器や物理的に動作するギミックがある80種類以上のマップを活用して勝利をつかみ取ってください。ローカルまたはオンラインマルチプレイヤーで最大4人のプレイヤーで戦うこともできます。はい、ということでございまして、今回はですね、千代丸さん、はい、山本ちゃん、名人、はい、そして選ばれしが、まあ、4組ですね、でバトルとしていただきたいと。選ばれしは交互に変わるのね。はい、交互に変わってます。はい、ということでございましたか。今回このスティックファイトザゲームで勝つとですね、もらえるご褒美はこちら出ました。はい、は来ました、スティックということでございまして、あ、家に欲しいですね。はい、ふがしでございますね。特大ふがし、長いこれ、長いこれ、長いこれ、ずーわー、あーすごいね、長いねえ、やりました。友達のやつをパクりました。はい、1メートル以上あるすごいぐらいあるね、なんか体鍛えるやつみたいなのをガーンガーンって締めてね。はい、ということでこちらね、私たちがやってる時にヤナちゃんそれ食べないよね。まあ食べないべ、今日は今日はね、さすがスタッフさんとの対決じゃないもんね。おいおいおい、ベタな振りきたね。そんな振りある？全然振ってないよ、このご時世。食べないでね、絶対食えと思って。食べなくて大丈夫、食べないでねって、でもちょっと、どういうもんなのか、もうだって子供の時から。いや、いいよ、味見しなくてよ、ふがし分かってるもん、みんなね。いや誰がどう考えたって分かるべ、黒だと同じだべさ。長いから、長い、うわすげえ、これ厳重、うわすごい、これうわー、どう食べる、どう食べる、丸かじりじゃない、どう食べちゃうの、始めましょう、それも食べましょう、やめとく、ちょっと上、うわ結構、おお。ふわふわしてそう。うん、うん、うん。黒砂糖、黒砂糖、黒砂糖。甘い。甘いわ。美味しそうです、ね。はい、ということで。大丈夫ですか。戦ってください。大丈夫です。戦っていきますか。これね、あの買っていくとね、四隅に、うん、それぞれのあの買った人にどん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 得点が入っていきますので、合計10ポイント。一番最初に取った人にこのふがし、これを差し上げたいと思います。よし、はい、頑張ってください。なるほど。で、どうやんだ？じゃあまずは1位がいる。これ。2がいる。あ、これね、1本くらい1週間ぐらいかかんで。青が山本です。始まってる？これ。始まってそうだね。え、本当に？青が山本ちゃんで。青山本。赤が神崎。赤が選ばれしで。僕黄色です。黄色が千代丸さんで、緑が名人。はい。うわ、すげえでかっこれ。ね、これなの？あれ、なんかあの僕倒れてます。勝った。あ、もうカウントされましたね。さあこの調子でちょっと10本選手だか人か勝ちですよ。なんか落ちてきた武器。ああ、すごい、すごい動きがすごい。ヘビやヘビ。ヘビだ。ヘビ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 。あれなんで床なかったの今。名人ただの自殺です今のは。ねえ、はい、なんだよ。あ、すげえ選ばれてすげえ吹っ飛ばした。プロデューサー吹っ飛ばした。ごめんなさい。いいよ。あ、結構壁ジャンプできんのね。
お腹武器を教える。あー、危ない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 、なんだお前。すげえ。やったよ、勝った時。やったよ、やったよ。うわー、明治が潰れそう、明治が潰れそう。あー、勝った、来た。さあ、山本ちゃん対名人の。やべやべやべ、上がれ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 、よし。バズが拾えず。いけないよ。何これ、ロミオとジュリエットみたいになってるけど。さあ、取れるか。どっちかやって、どっちかやって、どっちか寄れって。どっちか寄れって。待ってるの。さあ、これはこれは兆候。あった、あった。明治偉い、明治偉いよ。さあ、×がジャンプ、四角が攻撃、アイテムを取る、三角がアイテムを投げるとなってますね。うん、床が崩れてきた。頑張れ頑張れし。なんだよ、ね。さあ、山本ちゃんが3ポイント。あ、今落ちた。お、山本ちゃん落ちた、早くも。あ、すごい、ね。えらい、これは。ジオマルさんにも出してはいけない。えぇ、ー、だ。すごい火力。続くの。あ、登ってた。痛い感じ。まさかカンちゃん色に紛れていたんだね。なんという、え、なんで神崎行ったよ。あの玉で残ってるっておかしくない？色に紛れてましたね、あやつは。これ何や、何これ、槍ですかね。投げれんのじゃん、三角で。お、またなんか、うわあ。あれ、あ、あれ、なんで俺下に行ってんだよ、これ。バグじゃねえか。あー、やったー。大丈夫、大丈夫。どういうことじゃない、これ。お、やった、持った、誰が持った。あ、出た、蛇や。蛇出すだけや。おー、ということで、も誰が勝って負けたのかわからない状況。しかし、山本ちゃんが4ポイント。今、ふがし一番近い女。それが山本綾乃。誰や、誰や、これ。なんだけ言ったれ。選ばれし。なんだけ言ったれ。かんちゃんがあれを持ったとき恐ろしい。女乱暴、怒りのかんちゃん。ヘビー。音楽がいいな、また。おー、お、選ばれしいですよ。やったー、選ばれし。この長さなら半分に持って帰れるよ。おー、欲しいです。あれ、なんかあれ、誰か座ってない、あれ。あれ、山本座っとんな、あれ。え、どっか、バレた。名人にバレた。ヘビにやる、ヘビに。ほら、ヘビやだ。さあ、黄色が千代丸さん、青が山本ちゃん、緑が明治、ピンクが選ばれし。やられた。おい、名人か蛇か分からへん。何これ。よし、名人勝ちました。さあ、雪山的なところ、下が崩れそうですね、ここは。選ばれしがまた。カンちゃん、ランコが、お、来た、名人が。わあ、危ねえ。あ、落ちちゃった。いけ、カンジャキ。カンジャキ、なんで自分の足元を壊すか、カンジャキ。バカか。うわ、なんだここ。これも崩れそうですね、どんどん。あ、なんかプレゼントがありますね。あ、上に。え、上行けねえじゃん、これ。じゃあもう投げるしかない。あら、何もせずに、何もせずに勝利。うわ、さあ、意外と選ばれしが4ポイント、山本ちゃん4ポイント、名人千代丸さんが1ポイントずつ、2ポイントずつ。いい戦いですよ。あ、さあ、千代丸さんが相手を取った。ぶっ放す、ぶっ放しまくります。さあ、プレゼントがまた2人の頭上に。めあ、取った、また取った、千代丸下がった。赤と赤がよかった。おー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 、おー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 お
とこれで、あ、いいですね、2対3対4対4。あ、これは下が下が動きますね。あっと選ばれちゃ潰れた。はい、あとは千代丸さんと名人の池、そっち行った。おー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 、すごい。なんかラピュタの線路の上を思い出しましたね、今一瞬やりました。ああ、誰が誰、山本生きている。あの爆風の中出た女乱暴、怒りの山本。おお、行きました。お、高橋に座っている。白丸さんも行った。取った。おっと、武器の取り合い。出た、ヘビ。どれが明治かわからない。俺？はい、明治ですね。いい勝負です。4対4対4対3。なんだ。さあ、おっと、またヘビ。おっと、山本何もせずなのか。おっと、おっと、選ばれし残ってる。さあ、誰かぶっ放した。おお、チェーンを壊せばいい。なぜ選ばれしだけにみんな教える。自分のチェーン壊してどうすんだバカ。さあ、ということ、あ、これは変わりますね。おっと、びっくりハウスのような仕掛け。山本落ちた。山本落ちた。さあ、ヘビ、ヘビ高橋。あ、これで4対4対4対5。いい戦い。山本頭一つ。さあ、どうなる、崩れる、足場が崩れる。あっと、さあ、壁ジャンプ、壁ジャンプで残る選ばれし。あっと、千代丸さん落ちた。高橋、高橋残る、山本残る、高橋残る、山本残る、高橋残る、高橋残る、山本取った。なんじゃこっち。山本ギリ、山本頭一つ残りました、うん、さあ、どうでしょう、この地獄のような模様、地獄のような模様でございます。さあ、そんな中どんどんと登っていく、どんどんと登っていく。下に4番が、4番が、高橋だけが。おっと、千代丸君だ。高橋、熱い熱い、これは熱い熱い熱い。選ばれしはもう溶かされし、選ばれし溶かされし、山本も溶かされて、千代丸残る。やりましたね。さあ、また雪の装い。さあ、どうなるのか、上からアイテムが落ちてくるパターンか。さあ、序盤が取った。すごい、崩す、壊す。足元だけは気をつけろのコメント。さあ、その中意外と全員残っている。さあ、高橋がアイテムゲット。これは何のアイテム。おお、ぶっ放す、ぶっ放す。槍なのか、何なんだ。さあ、そんな中、おっと、高橋は傍観している、傍観している。さあ、槍を持って傍観、もう投げ槍なのか、まさに。さあ、行く。さあ、そんな中一人、高橋だけが埋まっている、通りに埋まってる。さあ、撃つのか、あそこを狙って撃つのか。やばい、すごい、うまい。しかし、しかし残っている。どっかに行った、どっかに行った、高橋どっかに行った、向こうに落ちたのか、高橋。さあ、5対6対4対5ということで、山本ちゃんがリード。さあ、これはもうどんどんどん場所が増えますね。さあ、この、おっと、この反射を利用しながら、甘い、選ばれし、落ちた。さあ、名人対千代丸さんの対決、もう殴り合いだ。俺が会長だ、俺の方が有名だぞ。おっと、勝ちました、千代丸さん。さあ、並びました、6対6対5対4。さあ、千代丸、山本一歩リード。ちょっと、落ち着かせて。動かぬ方が良かった。お、戻した。選ばれし、恐ろしい、選ばれし。山本だけが立ち続けている。山本だけ、それを落とす。高橋が落とす。さあ、高橋がぶっ放す。さあ、何か落ちてきた。選ばれしゲット。選ばれしが打ちまくる。高橋も打つ。さあ、お、高橋のところにヘビバックか。あれはやばいやつだ。あれはやばいやつだ。あれはやばいやつだ。さあ、なぜかしなきゃ。あ、足がベタついている。さあ、そして山本はなぜか膝を抱えていた。さあ、おっと、おっと、千代丸も実は地味に隠れている。頭一つ出ている。なんでこれ、もうただのお前は人生ゲームの駒のようになっているぞ、なっているぞ。さあ、拾えるのか。ゲットベタした、ベタベタした。鳥餅だ、あれは鳥餅だったのか。さあ、おお、まねまねまけ、まるで納豆の。ああ、やった、落とされない、落とされない。ここが千代丸、やりました。さあ、千代丸、どうぞ。あ、違う、千代丸もペタついた。さあ、どうしよう。さあ、高橋、
やりました千代丸、山本、6対6お習いましたね、全員。あー、撃たれた。おっとも山本が乱射。撃たれた、生き返ろう。高橋は生き返るのか。ダメダメダメ。高橋はもう蛇に乗った。さあ、これは山本対千代丸の対決。おー、なるほど。もう立ち位置が良かったですね。さあ、みんな目覚めてバトル。さあ、この冬の装い、どういった装いなのか。おっと、相手もぶっ放す。選ばれし。ぶっ放しすぎて飛んでった。そうですね。あ、やりました。山本、8ポイント。おっと、このまま山本が逃げ切るのか。おっと、これは先ほど見た画面。さあ、先ほど見た画面、打つだけではなく避けることも大事。おっと、早くも2人が高橋対山本の対決といったところか。あ、反対からも来るんだ。あ、高橋。イエー、素晴らしい。高橋さんも追いかける。さあ、ここはまずは地味な戦いから始まるのか。おっと、千代丸が、うん、残っている。おっと、山本がやられた。さあ、千代丸対選ばれし、千代丸対選ばれし、槍を持ってる高橋、槍を持ってる高橋、千代丸と選ばれしの戦い、はい、地味な戦い、素晴らしい。槍を持ってる高橋、選ばれし高橋。武器、上っぱりの武器。さあ、さあ、あの武器を誰が取るのか。さあ、高橋が、おお、それは結構強かった。さあ、また自らをやっつけてしまうのか、選ばれし。さあ、おっと、向こうに打ちたい、向こうに打ちたい。高橋を狙う打ちしたいか。高橋も逃げる、高橋も逃げる。これどうなりますか。あれ、武器手放せないのかね。三角で飛ばします。さあ、これは多分あれですね、鎖を切ったもん勝ちみたいなとこでしょう。さあ、誰が誰が、これを苦手というコメント、どこが苦手だったのでしょうか。おっと、高橋残った。さあ、しかしポイントは6対6対7対8。僅差僅差。おっと、あれは落ちてきますよ。すごい、みんな戻っ、よく戻ってこれましたね、全員。すごいね。めっちゃ怖い、落ちた。選ばれした千代丸だ。イエローが残った。さあ、千代丸さん7ポイント。皆さん僅差で。ポイント差はわずかでございます。さあ、そんな中、さあ、ここの世界はどうなるのか。急に足元が消えて選ばれし落ちた。さあ、名人と千代丸さんと山本ちゃんが残っている。気をつけて足元。高橋、高橋。さあ、千代丸さん、この物理何度戻った。さあ、山本、さあ、こっち側やばいよ、こっち側消えるんじゃないか、消えるんじゃないか、消え、おお、戦い勝ちました。さあ、8対8対7対6、いい戦いになってきた。そんなにふがしが欲しいのか。いや、もうふがしは関係ない、ふがしは関係ない。さあ、さあ、足元にふがしを乗せて。さあ、すごい、ああ、ジャンプしたもん勝ち。やりました。さあ、山本リーチ、山本リーチでございます。さあ、そしたら山本がふがしを持って帰るのか、それとも誰かが阻止するのか。さあ、プレゼントがある、プレゼントがある。高橋か千代丸か、高橋か千代丸か、千代丸ゲット。ぶっ放す、ぶっ放す、落ちない、落ちない、落ちない、ぶっ放す、落ちない、落ちない、落ちない。あと、普通の、普通に立ってるか、あれは選ばれしちゃった。普通に伝統のように立っていたが、あれは選ばれしちゃった。最初に放つ、もっと自ら動かざること、山のごとし。さあ、やりました、選ばれし。さあ、山本リーチ変わらず、このまま行くのか。どう、お、これはどういうこと？終わったの？ラストステージ？あ、ちょっと振り返ってるだけね。ビビりました。ここは普通のバトルです。さあ、誰が落とすのか、誰がやっつけるのか、誰が倒すのか。ここで山本が10ポイントゲットしてリードするのか。あ、イエローはこうだった、ね、ピンクはこうだった。いろんな説明が入っております。さあ、なんで俺死んでるの。そうですね、飛ばされたからか、どつかれたからでしょう。さあ、出ました。おっと、千代丸飛ばされた。おっと、女同士の対決、選ばれしが勝つのか、山本が勝った。ということで、10ポイント先取で優勝は山本。やったということで、先ほど私食べちゃいましたんで
新品ございます。じゃー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 出ました。まさに山本、私をスキーに連れてって状態やりました。いかがですか感想、山本さん。すごく嬉しいです。山本さん、ふがし好きですか。ふがし好きですよ。ほんまですか。はい、あの甘いもんが苦手で有名な山本さんですが、ふがしは食べれるんですね。ふわふわしてるなって思います。わかりました。自分一瞬自分の芸風を言ってるのかと思いましたが、決してそんなことはなく、いやでも素晴らしい戦いでしたね。高橋さん、いかがでしたか。いや面白いよけどさ、うん、あの自分がなんで死んだかっていうのがよく分かってないそうです、うん、追えないからね。おっと、あれ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 、なんと上層部から、うん、上層部から今、うん、面白かったんで5本選手でもう一回どうですかという意見ありますか。どうなさいますか。おお、ぜひぜひやりますか。やりましょうよ。ということでネクストバトル決定、5本選手のバトルとなりました。さあということで、おっと、うん、ここでなんともう一個、何、なるほど、今回こういうのも用意されております。これ、はい、何、優勝したことのほら、これこちら、食べたい、はい、かわいい、素晴らしい、これいろんなワッフル、これね、あ、はいはい、待って、簡単、はい、これもう楽屋見舞いでおなじみのやつですね、そうですね、すスティックワッフルでございます、はい、はあ、こちらにちょっと結構おいしいよね、はい、かね、これね、はい、これ、食べなくていいって、だから、うん、これちょっとどんなやつか、俺、あ、これどんな味やったかな。ワッフル、おー、カスタード、ありがとうございます。やりました、おいしい、何、うん、今のバナナ、あー、おいしい、ほら、かんちゃんのこの顔を見てさ、うん、食べたい、はぁ、あ、勝って勝って、昔のモームスのツイちゃんみたいに泣いたらどうすんのよ。いいよ、もうそんな時は泣いちゃいないじゃん。これ勝ったら、勝ったらもうあらゆる種類ご用意してますからね。さあ、それでは行きましょう、バトルスタート。色変わってない。色変わってない、ね、俺赤だ、赤、色変わってます。えらコントローラーを、え、僕は黄色ですよ。青山本ですよ。ちょっと待って、ストップ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 、はい、用意スタート。青が山本です。青山本、さ、千代丸さん黄色、名人緑、選ばれし赤、いけ、かんちゃん、あ、おいしい、うん、食べたい食べたい、かんちゃん頑張って。うまいな、これスティックワッフル。味的にはですね、イエー、プリンアラモード味、モンブランショコラ、メープル、どうするの、ストロベリーバニラ、抹茶、オレンジショコラ、ストロベリー、あー、本当に、本当に、うわー、すごいてる。さあ、頑張れ、飛んでいる、山本が飛んでいる。何の相手もゲットしたのか、山本、山本は不死鳥だ。すごい、さあ、千代丸さんが狙っている。撃たないの、山本が何かを振らしている。当たっている。ニューフェイス、あ、復活、いや、復活してない、してない、してない、復活してないですか。えぇ、ー、やりました。すごい、いろんな、あ、傾きますね、ここは。あ、下が爆発している。あ、怖い怖い怖い、残ったのは選ばれし、さあ、かんちゃんのワッフル、かんちゃんのワッフル、そろそろ私2個目いっていいですか。ダメですよ、神崎さん。ダメですよ。はい、わかりました。かんちゃんのあのダメですは本気のやつですね。1ヶ月口聞いてくれませんからね、かんちゃん怒らすと。さあ、千代丸さん選ばれし、上がれないんだよな、上に、上に上がれないというコメント、落とされた、選ばれし、落とされた。さあ、高橋さん対千代丸さんの対決、持って蛇を蹴散らしての高橋、さあ奪った、さあどこ、何している、何をしている高橋、どうした、やっぱり爆風のね、そうそう、やっぱり強い重火器では反動でない、おっと、全員が隠れている、全員が隠れている。山本ちゃん、ただ藤子みたいな泡風呂みたいになってますよ。山本ちゃん頭だけが出ている、まさに人
人生ゲーム状態。さあ選ばれしを頑張れ頑張れ、いけるいけるいける、落ちない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 選ばれし。さあ変だ、絶対蛇を取った高橋、常に蛇を取る高橋。緑だからか、さあ槍を持って。やばい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 、槍槍ダメだした。未来少年コナンのよ、未来少年コナンのよ。さあ銃火器を持った高橋、銃火、さあどうなるのか、どうなるのか。さあどちらがどちらが勝つのか。さあさあ全員1ポイントずつ、ここで、おお、いいバトルいいバトルいいバトルだ、いいバトルだ。泡が弾けてる、泡が弾けている。そんな中2人が戦っている、山本対高橋。さあどちらが勝つのか。おっと向こうにも向かった。さあどうなるのか、何を打ってる、頭が引っかかりながら打っている。やりました、最後の人差し、山本にポイント。さあラストバトル、はい、ランコがくしゃみをする中何なのだ、雪アレルギーなのか。さあぶっ放しているぶっ放している高橋、素晴らしい火力、素晴らしい火力。そしてぶっ放してる、おっと出た、これはある種ラッキーなのか、このネバネバは蜘蛛の糸のように自分の体を支えてくれる。あ、これはラッキーなのか、これは。おっとすごい、まるで星座の量、流星群のように、納豆菌のように。さあこれはくっついた、蛇が、蛇の毒が。しかしおっといいよ、千代丸さんいいよ、おっと大丈夫か。おっとやりました、やりました。わー、線が抜けたが大丈夫か。線抜けたらダメですよ、線が抜けたらダメ。ちょっとみんな行った、はい、はい、どっちが上かこっちか。あ、よいしょ。さあ来ない来ない来ない、あれあれ始まっかりになってる、なかったばかりだったじゃねえかよあれ、いやー買おうこのゲーム終了、終わっちゃったじゃない、っていうか動かないよ、だってこれ買おう、買おう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 。そうか、今ので全体のゲームが終わっちゃったのね。うん、いや白熱、買おう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 、これ丸、いや来ない来ない、あ、なんか認識されなくなっちゃった、認識されない。誰だ興奮して、あれ来たよ、選ばれし来た、このコントローラーが、これが来ない。じゃあ3人でやろうか、うん、あ、来た来た来た、動くよ、山本青です。ちょっと待って、ここ確認して、とりあえず俺緑、赤は選ばれしです、うん、俺緑、あ、っていうか、俺黄色、じゃあ名人交換しようか、はいで、これで緑、赤でーす、はい、お、コントローラーが抜けた、誰か抜けてる、もう大丈夫、動いてる動いてる、大丈夫ね、一本勝負、この次の試合にする、ちょっと今から一本勝負言われたってさ、これはちょっとね、この次しましょう、練習ステージ、これ練習ステージ、はい、名人練習して、動かない、はい、あれ、さあラスト、誰がコロ、いけー、あー、これは早いぞ、早いぞ、いけいけ、あー、トッチョバルさんが落ちた。さあそしてすごい、おっと、このまま行くのか、選ばれしが行く、追い上がる、ちょっとか、はい、高橋が落ちているが落ちていない、さあ、はい、残っている、おぉ、おぉ、おめでとう、おめでとう、ちょっと、かった、やりました、もっとも欲しがっていた、どう考えたってワッフルへの執念だろ、これやりました、すごいです、はい、じゃあお好きな味を食べてちょうだいよ、スティックワッフルでございますよ、はい、はい、はい、どれでもいいから、はい、いいよ、はい、いや、美味しそうですね、美味しそう、一口食べちゃいな、うん、難しいじゃん、いや、これ1個、何選んでんだ高橋、ほら、何を選んでんだ高橋、いや、だって食べちゃダメだろ、買ってないんだから、はい、さあ、ということで、あ、美味しいね、はい、高橋おきなさい、買ってもいないのに、半分ずつ食べる、ダメです、ダメです、もう普通に怒られてるやん普通にやっか言われてるやん、おいさん、さあ、ということでございまして、改めてじゃあお知らせ、マーク行きなさい、はい、スティックファイトザゲームはSteamにて Windows 向けに498円で発売中です、安い、ぜひ皆さんも遊んでみてください、以上、ゲッチャーロワイヤルでした、
ナイスバトル。仙台冒険レベルを上げて